まあ詰まりながらではありましたが、ストレート打って左中間、打球伸びていってどうかな、ワンバウンド、いやフェンス直接当たっています。川島慶三はセカンドへ、さあ自身は連勝でこのホークス戦のマウンドに上がっている有原、ようやくファイターズのエースがその本領を発揮し始めています。ここ2試合連勝中の有原、ランナー走って宇佐美送球、いいボールでタッチはアウトになりました。さあここは工藤監督はリクエスト、まあ野手の方が後ろにいましたよね、はい、今ねランナーの、はい、ですから追いタッチになったような感じには見えますけどね、川島選手のね、はい、この角度っていうんですかね、入り込む角度っていうのが非常にいいんですよ、やっぱり野手を前に出してないんですよね。あ、なるほどね。ビアヌーバ、またこんな打球がいったら一塁どうか、これはいいプレーでアウト、ここはビアヌーバファインプレー、川島もヘッドスライディングしたんですがアウトコールと同時にダグアウトに戻ってきます。ただこれは難しいプレー、ビアヌーバ突っ込んで素でボールを取る、そのまま一塁へいいボールを送りました。今日多いですねこういう打球が ね、読みます。